7つの祭典、鈴鹿8時間耐久ロードレースはスプリント並みのスピードで真夏の8時間を走り抜くハードなレースだ。耐久のスペシャリストと GP ライダーの対決、さらに彼らを迎え撃つ日本人ライダーたち、この熱いバトルに彼らは何を見出すのだろうか。今年9回目の8大挑戦となるワインガードナーは3年連続でマイケル・ドゥーハンとペアを組む。毎年優勝候補の筆頭とされながらも87年以来勝利から遠ざかっている。昨年はガードナーが試験員で転倒、そしてガス欠、無念のリタイアを味わった。今年彼らは世界 GP ライダーの意地にかけて8大制覇に挑む。8体の舞台となる鈴鹿サーキットはテクニカルな国際レーシングコースとして知られている。17箇所に設けられたコーナーは低速コーナーから超高速コーナーまでバラエティに富む。ガードナー、ドゥーハン2人の GP ライダーはこのコースにどのように挑むのだろうか。このチェッカーの印がスタートライン。第1コーナーは高速コーナー、3速で時速180キロから200キロのスピードでクリアする。第2コーナーで2速に減速。ここは非常にタイトなんで次の S 字まで2速をキープしなければならない。そして3速にシフトアップし、コーナー出口では4速まで上げる。ベグナーカーブの入り口では3速にシフトダウン、出口ではさらに2速まで落とす。このコーナーはクリアするのが非常に難しいんだ。そして3速にシフトアップし、ヘアピンでは1速まで減速する。ここはとてもハードブレーキングが必要だ。去年僕がガス欠したところだ。この高速コーナーは4速で、この辺はスピードが乗ってとてもいい場所。スプーンでは2速に、バックストレート前のタイトなコーナーだけど気に入ってる。バックストレートは6速までシフトアップ、 130R で3速に、そしてまた4速にシフトアップ。試験員では1速まで減速。タイトでスピードが出せない試験員は苦手なコーナーなんだ。大幅な軽量化により 140kg 以下のウェイトに仕上げられたホンダのワークスマシン RVF はこのクラス唯一の水冷 V 型4気筒エンジンを搭載している。迅速なタイヤ交換のため肩もしサスを採用し、熱対策としてカウルにパンチング加工がされている。FZR750R をモディファイしたヤマハのワークスマシン YZF は5バルブインライン4エンジンを搭載し、デルタボックスフレームを採用している。8体対策として普通右側に取り付けているリアのブレーキディスクをタイヤ交換を容易にするために左側に取り付けている。限定市販モデルをベースにしたスズキのワークスマシン GSX-R750R はオイルジェット噴射による油冷方式のエンジンを搭載している。ダブルクレードルフレームは
90年モデルからさらに軽量化と剛性アップが進められている。シートカウルの形状変更によりエアロダイナミクスを追求し、アンダーカウルの一部にネットを取り付け熱対策を施している。吉村 GSX-R750R はオイルクーラーを2段にして取り付け熱対策をさらに強化している。新型 ZXR750R をベースにした川崎のワークスマシン ZXR7 は左右非対称の五角断面構造のフレームを持つ。エンジンはショートストロークに変更され高回転域でパワーアップしている。国内4メーカーの中で最も早くフロントに倒立タイプのサスペンションを採用している。去年スーパーバイク世界選手権チャンピオンとなったドゥカティの L ツインレーサー、フューエルインジェクションを採用し、エンジンはベルトドライブの水冷4バルブツインエンジン、フレームはトラスフレームだ。8体対策としてブレーキ関係の強化、ホイール脱着が迅速に行えるような工夫がされている。迅速なタイヤ交換のために各チームのジャッキにもさまざまな工夫が見られる。主流はエアジャッキだが、その形状や操作方法はメーカーによって違う。唯一エアジャッキを使用しない川崎は、スイングアームのピボット部分に穴を開け、エンジンの下にステーをつけて一つのジャッキで前後を同時に持ち上げるガンダムジャッキと呼ばれるジャッキを使用している。ピットワークに定評のある吉村は今回新型のフロントエアジャッキを持ち込み、作業時間の短縮のためタイヤ交換の練習を繰り返していた。3秒くらいですかね、去年から比べて。うまくいけば5秒、まあ、だいたいアベルで3秒ぐらい速いですね。夕闇に包まれたサーキットは昼間とは全く違った表情を見せる。夜間走行時の視認性を考えて各チームではさまざまな工夫をしている。光るサインボード、光るゼッケン、そして光るヘルメットのロゴ、これらは全てエレクトロルミネッセンス、通称 EL と呼ばれる自光式発光体を使用している。8体は2人のライダーがペアを組む。レースのスターティンググリッドを決めるための予選は出場チームを AB2 つのグループに分け、さらに第1ライダー、第2ライダーに分けて行われている。第1ライダーは赤い腕章、第2ライダーは黄色の腕章をつけて走行する。予選で速いタイムを出した方のライダーがスタートライダーを務める。予選のグリッドは AB の各グループの速いタイムを出した順番に交互に決められていく。予選のトップを切って行われた B グループ第1ライダーの1回目のセッションで最初に2分15秒の壁を破ったのは17番ホンダのダリル・ビーティ。ZXR7 を狩るのは8番ムービング川崎のマイケル・ドーソン。ドーソンは昨シーズンから全日本 TT F1 クラスで ZXR7 を走らせている。
フォーサイクルマシンのスペシャリストだ。毎年ワークスチームと互角の戦いを展開する吉村からは2台の GSX-R750 がエントリー。今シーズン吉村に移籍した12番青木正直は期待のルーキーだ。鈴木ワークスチームのエースエルブ・モアノは80年に世界耐久選手権の初代チャンピオンとなって以来耐久レースを走り続けている。ユレー GSX-R750 の最後の年でもある今年、8体を勝利で飾ることができるだろうか。予選では決勝グリッドの上位を得るためのタイムアタックと決勝用のマシンのセッティングが行われている。ライダーはピットインを繰り返しメカニックとともにマシンをセットアップしていく。Tカーからレースカーに乗り換えたBTがタイムアタックを開始する。ワークスチームは決勝用のレースカーとは別にTカーをピットに持ち込んでいる。ライダーは2台のマシンに交互に乗ってマシンを決勝までにセットアップしていく。TTF1 クラス最速マシンと言われている RVF で疾走するビーティーを先輩でありライバルでもある同じオーストラリア出身のマイケル・ドゥーハンがピットのモニターで見つめている。91年型 RVF の開発を進めてきたビーティーは今シーズン全日本 TTF1 クラスにフル参戦し、その速さを遺憾なく見せつけてきた。8体参戦は今年で9回目になるワインガードナー。昨シーズンのアメリカ GP での大怪我から奇跡のカムバックを果たしたケビン・マギー。ヤマハの若きエース藤原、タイガーの異名を持つ川崎の総和、今年こそ優勝を狙う宮崎、ホンダ対ヤマハの攻防、それを追う川崎鈴木、有力ワークスチームの集まっている A グループの予選は激戦が予想された。